さて、ちょっと突然の報告になるんですが、本日7月31日をもちまして、フラットゲーミングの方の活動を一旦休止させていただきます。まあ、こんなこと言っててあれだけど、フラットゲーミングそもそも知らない人もいるかと思いますので、ちょっと先にそっちの説明します。ってことで、フラットゲーミングとは何ぞやって話ですが、フラット工房ですね、まあ、僕が運営するスマブラ SP のプロゲーミングチームになります。で、まあ、基本的にプロチームって、まあ、めちゃくちゃ強いって言われてる人を、まあ、給料とか払って雇うのが普通じゃないですか。うちそうじゃなくて、まあ、基本的にオフライン大会に出るお金のない未成年を対象に支援を行うのが目的で設立されています。まあだからオンラインでめちゃくちゃ活躍してるけど、まあお金なくてオフの大会出れてないよっていう人を対象に、まあ支援を行うっていう形です。まあだから月の給料とかも一切発生しません。支援するのは交通費と宿泊費のみです。ただまあ直接金銭を支払わない分契約もクソよく作ってるんで、他チームへの移籍 OK になってます。まあだから大手のチームに行くまでのつなぎとして使ってもらうイメージです。で、そんなフラットゲームに所属していた選手なんですけど、こんな感じ。まず一番最初にうちに入ったのはアコーラ選手なんですけど、なんと現世界1位です。まあ活躍は見ての通りですね、大体出た大会優勝します。今はゼータディビジョンに所属されてますね。で、次ミーア。まあ今唯一フラットゲームに所属してる選手です。現世界5位、日本2位ということで、こちらもまあバケモンっす。まあアコーラがいないと大体優勝、準優勝にはいますね。で、次リュウオーネ。なんか本人はまだ全1じゃないとか言ってた時期もあったけど、まあ間違いなく今はもう全1でしょう。間違いないっす。で、彼は今ツイッチでストリーマー活動もしてますんで、もしよければ概要欄に貼っとくんで、そちらも見てください。で、最後、ハートさんね。この人入ってたの知らない方結構多いと思うんだけど、ハートさんいたの実は2週間ぐらいだけなんですよ。まあ何があったかっていうと、今月7月22と3にインドネシアでちょっとでかいスマブラの大会があったんですよ。で、ハートさんそこに招待選手として呼ばれたんだけど、往復の交通費がなくて行けないって状態だったんですね。で、その交通費が11万だったんで、僕と知り合いの弁護士のリュウさんって方がいるんですけど、彼と僕でまあ5万5000円ずつ出し合って、ハートさんをインドネシアに送り飛ばすと。で、その代わりインドネシアから戻ってくるまで FTG ねって言って、まあそういう契約を結んだわけですよ。で、まあその大会無事優勝しました。おめでとうございます。で、まあ一応宣伝しておくと、このハートさんは絶対に過小評価ですね。間違いなくあと1年あったら日本トップ10には入ると思います。まあ概要欄にツイッターとか貼っとくんで、ぜひ応援してください。はい、で、次活動休止の理由なんですけど、スマブラに使う金がなくなりました。まあ一度本業に力入れる必要が生じたってことで、まあ一旦休止って形です。まあちなみに今月紙箱が出たんで売り上げ戻りましたけど、まあまあまあ来月再来月からが本番かなと思います。で、まあついでにちょっと時間もできるんで、まあしばらく CS 走るかデュエプレでもやろうかなと思ってます。で、まあぼちぼち売り上げ戻ってきて、まあ気が向いたら復活するかもなって感じです。で、格好上げで書いてあるんだけど、よくね、デュエマのプロやんないんですかって話来るんですよ。デュエマのプロなんかちょっといいマネタイズの方法が思いつかなくて、まあちょっと現状実施予定ないですね。まあ思いついたらやるかもしんないですけどね。で、まあここまで聞いて皆さん一つ気になることあると思うんですよ。ミーアどうすんのって話ですね。実はですね、半年前からミーアを大手のプロゲーミングチームに移籍する計画を開始してました。で、ミーアの移籍先が決まったタイミングで俺活動休止する予定だったんですよ。つまりこういうことですね。こちらの動画をどうぞ。